はい、戦国武将紀行平手正秀公、こちらは平和公園にあります清州寺さん墓所になります。正秀公の墓所になりますね。市内の方にですね、清州寺さんあるんですけど、そちらにはお墓はなくてですね、こちらの墓所に移されていると、こちらの大きな平和記念公園ですね、この中の公園墓地の方に移されているという形で立派なお墓になっています。清州寺殿戒名を書いてありますね。正秀公といってですね、すぐ分かる方は、かなり詳しい方だと思いますし、何しろ信長公のですね、その幼少期を託された人物といえば、一番ピンとくるかと。ドラマなんかでも結構出ますんで、その平手の爺とかですね、年齢的にはおじいさんぐらいなんですけども、信秀、織田の父のですね、信長公父の織田信秀公に仕えていて、その後ですね、信秀公が亡くなった後は、その息子の信長公に仕えたと、そういう武将になりますよね。なんといってもちょっと最後がですね、その死に様というか、戦死とか病死ではなくてですね、自刃です。で、しかも、ちょっとわからない部分はあるんですけど、どうやらその信長公のその所業が悪いというところでですね、お諌めしたのではないかという話が多いですよね。ちょっといろいろあるんですけども、そこも。こちらの墓地の方の他にですね、あと東雲寺さんの方にですね、首塚があるということなんで、そこはちょっと行ったことないんで、今度行ってみたいと思います。で、平手氏はですね、代々というよりも、織田家、特に信秀公の時代に飛躍的に、家が大きくなりましたんで、元々織田氏はね、遡って話してしまうと大変長い歴史を持っているので、そこ代の家来筋、家臣筋ですよね、そこから蒸し上がっていたと。ですから、もともと守護大名とかそういう家ではないんですけども、守護大のその三奉行と言われている、奉行職ですね、配下の配下、守護からしたら陪臣ですよね、そういう立場にいた織田家が急成長したものですから、特に信秀の代にですね、大きくなって、平手家もですね、その養育を、息子の養育を任されたという形になります。今度行きたいと思いますけども、いずれにしてもですね、信秀公の重臣ということで使えてきてですね、結構そのドラマなんかでもよく出てますけど、外交というか、密使とか使いとか相手の交渉とか、他の武家にですね行って、交渉を応答すると、そういうようなちょっとイメージがありますよね。ですから戦国の武将の中でもですね、初期の方の武将ですので、行き渡り軍団を率いて戦闘に立ってっていうよりも、どちらかというと内政面というか、信秀、信長の、付き人みたいな形ですよね。特に信長公のですね、初陣なんかもですね、非常に面倒を見たということで、いわゆるその森役としては素晴らしい方だったと私は思ってるんですけども、なかなかその後の美濃の斎藤家にしてもですね、その対立している武将たちがどんどん増えていく中でですね、そういったお諌めという部分で、その自決したのではないかという話をさっきしたんですけども、60ですから、爺といってもですね、今の年代でしたらは62ですから全然若いんですけど、当時としてはですね、平均年齢が50ですから、やっぱり55とか60ぐらいになると、かなりのおじいさんというイメージがつきますよね。体力的なものもあるでしょうし、立場的なものもあるでしょうしね。正秀公の場合は、そういった森役として、もしくはその外交の武将としてですね、の役目が大きくですね、活躍したということが話の中心になりますね。どうしてもその最後の部分がね、自決ということなんで、戦争で亡くなったとかいうことではないんでね、暴殺されたとかそういうことでもない、なんかトラブルに巻き込まれたということでもないんですけども、ちょっと最後のところもですね、詳しくわからないと。その、息子ですけどもね、それとその、信長公も、弟の信行との問題もありましたし、その信長が統一したといってもですね、その一族も結構いますから、他の尾張
がですね、織田家の関係もありますので、まあ、そういったあの外のですね、織田家、まあ、織田家が統一するにあたって、まあ、その信秀公と信秀公で飛躍した織田家を、まあ、その信長公の代に、まあ、統一すると、まあ、その、中枢にいた方ですから、まあ、かなりそういう部分では活躍したんだなという部署になりますね。まあ、ちょっと最後は残念ですけども、そういったあの素晴らしい部署だったと思います。62ですからね、少し長く生きてたのも少し変わったかもしれません。しかも清州寺というお寺をあの信長公自身が建てていますから、まあ、家臣とはいえですね、まあ、森岡だったんですけど、まあ、その一族の父親とかだったらその菩提を弔うっていう意味は分かりますけど、家臣のですね墓を建てるっていうのもよっぽどですよね。だから、まあ、決してそのまず秀子と仲悪かったっていう話もあるんですけど、憎んでいたとはちょっと思いませんよね。まあ、確かに諸行はその悪かったと見受けられたのでしょうけども、まあ、それをお諌めすると同時に長江のその才を見抜いてたんじゃないですかね。まあ、全くわからなかったらですね、まあ、ついていかないですよ。森役なんてやめて他の国とか他の武将に仕えた方がいいですからね。信長という方のその才を見抜いたという一人であったんだと思いますよね。まあ、自分がその戦歴とかないですから、あまりそういったことでちょっとあの尽くすということができませんでしたから、そのお諌めするという部分で、まあでも実際、正秀公が辞任した後も全く変わらなかったんですけどね。我が道を行く信長公、まあその才を見抜いていたといっても、その才がとんでもない才だったと、尾張一国どころかですね、天下に号令するような、その御武将になるわけですから、まあ、その辺もちょっとね、そこまで大きくなるとは見抜けなかったかもしれませんけどもね、まあ、それは仕方ないですよね。はい、平手正秀公の眠る、清州寺、墓所のある平和公園からでした。